だから一時期さ、あのやりすぎ工事さ、はいはい、あのテレビ東京のさ、あれであったやん、格闘ありました、ほんまに格闘やるやつ、あれは柔道とレスリングのルールやからね、うん、ここ関係ないけど、うん、ここ関係ないやん、うん、で、なんや、その秋も出てたやんか、まあ、次こう対戦相手誰が誰やなるとかっていうのをさ、まあ、あのもう初め聞かされんねやんか、うん、ほんならもうほんま打ち合わせしてんのに、うん、打ち合わせして面白いこと考えようとしてんやかネタでね、そ、うん、はい、やのにずっとさあんてやなんてやねんなんであいつとやるんだかんねんとか、いやちょっとそういうちょっと怖いわ、いやもうええやもうネタをしようやなんてやねんネタせ、俺もほんま真剣にいやちょっとほんまもう一回負けたらええんじゃん言うたって言うたってやんかほんだらわーめっちゃ怖い顔したいや怖いですよでそれは負けぬ嫌やったもん、うん、そう、まあね、でほんでずっと言ってたルールが何でもありやで負けぬやったらもう諦められんねん、ああなるほどなるほど、ああ俺弱かったんやって、うん、なるほど こいつより弱かったんやって全然諦められねん、うん、心折れんねん、うん、書く時ってそういうことやん、でもあのルールは柔道とレスリングのルールやから、うん、僕やってたのは空手とかボクシングだから、うん、立ち技ばっかりやから、はいはいはい、もう全然ルールちゃうからものすごい出るのにも悩んだし、うん、でもやっぱり芸人やし、まあ、テレビで出て負けてもええやんっていう感じで出てんけど、ね、やっぱりやりだすと、うん、やっぱり今までやってきた格闘技 その道場のみんなにもそうやし、うん、やっぱりなんかそんなもんが背負ってきてたら、うん、だんだんやっぱりグワテンション上がってきて、うん、これもうやっぱ負けるのなかなか嫌やなみたいな、いや吉本で僕は最強やと思うんですよ、そんなことない、相方の健さんから見て、うんうんうん、最強やと思う、この人には負けるみたいなってあります、その吉本の中で、いやあの秋が高校時代に、はい、そのやっぱこう違う高校と高校と、はい、その駅で一緒になって、はい、こう、はい、乱闘じゃないけどもその戦うみたいな、結構あったよ、奈良、僕も奈良やってんけど、そのクローズみたいなね、そうクローズみたいな感じのことがあったよ、はいはい、ほんでもう大体もう一発目に秋が出てくるやんか、可愛い顔してるから、はい、後ろにもいっぱいおんねんけども、はい、可愛い顔してて自信があって向こうは結構舐めてくんねんけども、はい、秋がへーんって言ったら何やお前来んのかよみたいな、バーンって来たところをもうかわしてバーン入れてもうそれでもう終了みたいな、結構これ有名やったんよ、はあ、ただ唯一、まあそうね、そう唯一そこで秋と引き分けた男がおんねん、はい、それが、はい、俺やまさかのえ、なんでここで狼少年なの？いや、狼少年、あ、じゃあごめん、狼おっさんなの？いや、その当時は狼少年やからいいよ、まさか、まさかの、そうそうの、いや、一瞬だけでも強い男になりたかったまあね、今2秒ケンさん、でも嘘です、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 嘘ですよ、伝説の男になろうとしましたね、伝説の男になろうと思ったけど、もう無理、それは無理